東京クラブはかつて存在した日本の野球クラブチーム1927年結成1938年解散東京クラブが使用していたユニフォーム第85回都市対抗野球大会開催中の野球殿堂博物館の企画展で撮影1927年から始まる都市対抗野球大会創設に合わせ東京市に本拠地を置く クラブチームとして結成。当時は、プロ野球があまり盛んではなかったこともあり、大学を出た選手は就職した会社で野球を楽しんでいた。クラブチームも参加できる、全国大会の開始を受け、後に圧縮バットの製造で知られる、石井純一や新田京一らが中心となり、あちこちの会社を回って、東京六大学出身の花形選手を集めた。狩田久則は、よく、伊丹康弘は、 日清生命、矢島美康は、清水建設、間の春宮菊谷昭一、田辺武雄、中島春康らは、藤倉伝戦の社員だったほか、選手たちは、様々な会社に勤務、夏の都市対抗になると休みを取って集まり練習、大会に臨んだ。練習場は、深川の藤倉伝戦球場に置いた、都市対抗野球大会早々期は、基本的に予選制度はなく、 主催した東京日日新聞社からの推薦であったので、第1回大会から東京市の代表として毎年出場。同じく前世紀の6大学出身のスター選手を集めた全大阪と共に人気を2分した。毎年優勝候補にも挙げられ、第2回大会で準優勝。第3回大会まで大連市のクラブチームが3連覇したが、第4回大会では地元、 東京のチームとして初優勝、宮武サブローラを加えた第5回大会も優勝史上初めて大会連覇を果たした。その後も続々6大学で活躍した選手が加入、第7回大会、第9回大会と、計4度を優勝した。第11回大会まで連続出場し、東京のアイドルと呼ばれ、人気、実力とも、日本一とも称された。 しかし1937年日中戦争が始まり、出生が日常茶飯事となった当時の社会情勢では会社に休みを取ることができなくなり1938年第12回大会開催前に自主解散した神田、矢島、中島は1934年の第2本東京野球クラブ設立に参加、1936年7チームによる 職業野球リーグの結成では、宮武、横沢三郎、森重平らが、プロ野球入りした。しかし、プロ野球はすぐに人気を得たわけでないので、東京クラブ解散の直接の理由ではない。それまで、クラブチームの多かった都市大抗も、東京クラブの解散した、この第12回大会を境に、会社チームが台頭した。その第一号が、藤倉電線であるが、前述のように、 東京クラブの主体はほとんどを藤倉が占めていたため、実力は東京クラブとほとんど変わらず、1938年第12回、1939年第13回大会を連覇した、間の晴美、菊谷昭一らが第12回大会の優勝メンバーとして名を連ねている。ありがとうございます。